し、全員揃っている。それでは今回の任務について説明しよう。オラシオンのアナスタシアからの依頼だ。プロポゲーターを隠してもらう。何それ、まさかプロポゲーターの川ですか。その通りだ。何でも最近は売れ筋だそうだな。え、どういうこと。俺にもわからん。なんでクロコゲーターなんだか。おしゃれなマダムに人気のハンドバッグを作る材料なんです。お、そうなのか。詳しいな、ダニエル。そう、これなら今回の依頼にはうってつけのメンバーだ。とんでもない。悪いですけど、僕はこの任務を降ります。バカモン、そんなことが許されると思ってるのか。ダニエル、どうしたんだよ。何と言われてもこればっかりはできません。僕は動物が好きで、将来は獣医になりたかったくらいなんだ。もしイザベラがあんな風に、そんなの想像したくもない。 おいダニエル、見られっ子があんだけはっきり言い切ったんだから。しかし、イザベラってのは誰だ。さあ、仕方ない。今回は二人で片付けるとするか。そうっすね、行きましょう。ところで隊長、クロコゲーターってどこにいるんすか。エルフ地方に生息してるって話だ。エルフ地方か、あんまいい思い出ないんだけどね。
取れ。
Ah! 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 Ah!
勝負してみるかい？Thank you.
ああ。あん？隊長、ひょっとしてあれ。ん？おお、あいつだ。よし、行くぞジャック。おっしゃ。ジャック、これでいいと思うか？どれがいいならさっぱりわからん。バッチリじゃないすか。早く帰りましょう。よし、アナスタシアのところへ行くぞ。ういっす。
ここは神聖オラシオン教団アナスタシア様のお部屋です。あなた方のような薄汚い人たちがどのようなご用件？うわ、唐突に嫌な感じ。ご用件も何もそっちが頼んだ。ペアトル・バンクールのヘクトンです。ご依頼のクロコゲーターの件で参りました。少々お待ちください。ご苦労だったわね。私がアナスタシア・ライアンよ。知ってるとは思うけど、私の美しさに声も出ないよね。まあ当然だけど。もちろんです、アナスタシア様。誰が？あなたには聞いてません。まあまあ、エレナ、およしなさい。はい、アナスタシア様。それで、私をリッチにしてくれるクロちゃんは？こちらです。ねえねえ、あの人何やってんの？川を鑑定してらっしゃるのよ。アナスタシア様は素晴らしい目利きなの。本当に？ちゃんと鑑定できんの？アナスタシア様に無礼な口を聞くと、二度とお日様を拝めなくするわよ。安心なさい、クロちゃんについてあんたしの目にかなうものはいないわ。本当かよ、エレナ。はい、アナスタシア様。かしこまりました。何これ？今回の報酬です。いくらなんでもこれは。あーたね、こんな川じゃあーたしはリッチな気分になれなくってよ。本当にちゃんと見たのかよ。嫌なら持って帰りなさい。そんなもの持って帰ってどうしろって言うんだよ。ジャック、依頼人に失礼だぞ。まともな仕事をしてから文句を言うことね。はぁ、戦士ギルドも人手不足かしら。はぁ、ムカつく。
隊長。ダニエル、お前、任務を降りた罪は重いぞ。はい、どんな罰でも受けます。それより、捕まえたんですか、クロコゲータ。当然だ、任務だからな。やっぱり。なんだよ、たかがワニじゃん。たかがじゃないよ、動物だって生きてるんだ。そんなこと言っても、お前だって肉食べるだろ。僕は肉なんて食べないよ。イザベラを見てたら、とても。おい、気になってたんだが、そのイザベラってのは誰だ。イザベラは僕の小さい頃からうちにいるクロコゲーターの名前だ。え、なんで驚くんだよ。イザベラは僕の家族なんだぞ。ダニエル、あのな、僕はこれからだってこういう仕事はやりませんからね。それでクビにするって言うならすればいいじゃないか。あいつがあんなに怒るとはな。びっくりですね。とにかくタイで受けている任務は終わった。今日のところはここで解散だ。お疲れした。